ゲーズ語聖書、創世二29時11分 -16、アムハラ語訳聖書は、キリスト教聖書のアムハラ語への翻訳を扱う。アムムハラ語は、エチオピアの事実上の公用語で、アフロアジア語族、セム語派に属する言語である。ゲーズ文字で表記する。エチオピアは4世紀に、キリスト教国となり、聖書もすぐ古代エチオピア語のゲーズ語に翻訳された。アムハラ語は、 宮廷、貿易、庶民の日常的な交流で使われてきた言葉で、12世紀頃からはエチオピア正教会の正式な使用言語になった。20世紀にイスラエルへ帰還したエチオピアユダヤ人もアムハラ語を使っていた。ジャマイカで20世紀前半に起こったラスタファリ運動でもアムハラ語を学んだ。19世紀はじめ、エチオピア人のアブルミはエジプトの回路で、 聖書をアムハラ語に翻訳した。彼の原稿はイギリス人に1250ポンドで買われて、学者のレビュー後、1824年には4福音書が、1829年には新約聖書全体画が,が、1840年には旧約聖書を含む全聖書が印刷された。この聖書はその後贈呈されて、1960年から1961年に、 ハイレセラシエ一世が新しい翻訳を進めるまで使われることになる。1936年にイタリアがエチオピアへ侵入した時にはハイレセラシエ一世の命で新しい翻訳が進行中であった。イギリス人によって持ち出された翻訳は印刷されたが、ロンドン爆撃で失われた。アメリカ人による印刷も行われたが、翻訳に不備があることがわかり、印刷後破棄された。 1962年、再び、ハイレセラシエ一世の下で、ゲーズ語聖書から翻訳されたアムハラ語聖書が出版され、これには皇帝の1955年の前書きがある。それによると、1947年から1952年にかけて翻訳委員会が翻訳して、ヘブライ語とギリシャ語との比較が必要であるとしている。 プロテスタントもカトリックも認める66書が収められていて、5書の外典は別冊になっている。5書というのは、絵の具書き、ヨベル書き、マガベアン書1点に3である。1986には、エチオピア正教会聖書が印刷され、これには外典もあり、全体で86書で、旧約聖書に46書が、新約聖書には35書が入っている。 この版の新訳には1962年のアムハラ語の訂正が入っているが、旧訳は1962年の版のままである。1987年、ヘブライ語とギリシャ語原点から翻訳された新しい聖書がエチオピア聖書協会から出版されて、2005年に改訂も行われた。この聖書はプロテスタントが使う66書の翻訳で、 エチオピア聖教会は歓迎していない。2000年にエチオピア聖教会とエチオピア聖書教会はミレニウム聖書を発行した。これは旧約は7人約聖書、旧約、新約を芸ズ語聖書に沿っている。そのため、聖教会信徒は大歓迎でもプロテスタント信徒はそうでもない。旧約は46書、新約は35書。 合計81書である。ありがとうございます。